新たなサクセスストーリー。俳優業に注力するジャニーズ前事務所、なぜスノーマンのロールモデル、目黒蓮に活路を見出したのか。5. ジャニー北川氏による性加害問題に端を発した旧ジャニーズ事務所騒動から半年が経過した。しかしながら相変わらずスマイルアップ。旧ジャニーズ事務所、所属タレントがテレビから消えることはない。旧ジャニーズ勢の今春改編をスポーツ紙芸能デスクが解説する、NHK はテレビとラジオを合わせ計8本もの出演番組が今春で終了。さらに4月以降も旧ジャニーズ関連番組の復活予定はなく、ゲスト出演の可能性もなしとする、極めて厳しい姿勢を打ち出しました。一方で民放各局は、フジテレビが近畿キッズやスーパーエイト、元関ジャニエイトなどの冠番組を含む計4本を終了させるものの、それ以外の局では特に大きな変化はなく、やはり旧ジャニーズ勢に頼らざるを得ない状況です。中でもドラマへのタレントの売り込みは目を引くものがある。最近ではキング&プリンスの永瀬廉25の初となる主演ドラマ、東京タワー、テレビ朝日系が発表されたばかり。この路線には、過去の成功例が影響している。大手広告代理店関係者が実例を伝える。